皆さんこんにちは、直人です。土屋太郎です。僕たちが出演する映画フードラック食運のブルーレイ &DVD の発売が決定しました。やったー、ありがとうございます。物語はですね、直人さん演じるフリーライターの吉田が、私土屋太郎が演じる編集者の竹中静香とともに本物だけを集めた新しいグルメ情報を立ち上げるところから始まります。はい、食べることだけではなく職人への尊敬の念を込めて、焼肉を通じ食を通じて親子の愛と人生の引き込むも明確、史上初のエンターテインメントです。笑いあり涙あり、そして見終わった後には焼肉が食べたくなる、大切な人と会いたくなる、そんな、食欲をそそる映画です。ちなみに私の好きな焼肉の部位は、はい、ミスジです。ミスジ、うーいいね、いいとこ取られた。うーん、僕はタンですかね。おー、実生活でもですね、肉好きを公言する僕たち2人の極上の食べる演技にもご注目ください。ぜひ劇場で見逃してしまった方も、そうでない方も、ご自宅で美味しいお肉と一緒にお楽しみください。本当に美味しいものを本当の言葉で紹介するサイトを作ってやろうじゃないかと。このハラミ、裏包丁入ってる。一言いいですか。いい肉を採取するんじゃないんです。長っ、早く焼きましょう。変えちゃいけない味もあるんです。変えなきゃいけない味もあるんだよ。うめえ。うめえじゃなくて美味しいでしょ。あのおふくろさんに育てられたお前は本物の味を知ってる。また来たいって思ってもらうために何をするべきか、それだけなんです。焼いて、食べて、ちょっと泣いて、また食べる、極上イーターテイメント。いただきます。フードラック食運。わ、何杯でもいけます。